安城池添騎手、池添騎手、はい、そして安城武豊騎手、はいはい、この2人はやっぱり明日、はい、まあやっぱファンとしては、ね、有馬で見たかったっていうのはあるんですけれども、うん、ここで阪神カップでやってくれるんじゃないかという期待も込めて、ね、ちょっとまあ丸を出していただきました。なるほど、はい、いかがですか村さん、はい、確かにねサンライズメジャーもね前走後位から競馬して、ね、勝てましたんで、まあ、やっぱりね競馬がね上手になってきてる。なるほど。ということでね、うん、まあ多分専用でも今度はいい位置で競馬できると思うので、まあやはりね有力候補の意図かなと思います。やっぱりねこう師走なんでね、うん、逃げて逃げてっていうアクティブミノルも見たいと、はい、そうなんですね、結構アクティブミノルなんです、はい、ねいいメンバー揃ってるんですけども、こう組み合わせを考えますと逃げる馬、アクティブミノルだけなんで展開的には ね、やっぱり、ね、やっぱりホワイトだと思うんですね。タケビッシュが逃げ馬に乗った時はすごいですからね、はい、期待してます。はい、そして黒三角はロサギアンティアですね、うん、はい、やっぱりねデブロキッシュ、やっぱりねここもどうかな、ありかな、はい、まあね展開的にはね、ちょっと後ろから行く馬なんで注文がつくのでね、うん、まあ先ほど言いましたようにちょっとペースが速くならないのかなという点ではちょっと微妙ですけども、うん、まあ、最近ね、末脚がしっかりしているのでうまく立ち回れれば、一応馬券圏内の可能性はあると思います。そうですね、はい、はい、それではですね、中村さんの予想も教えてください、はい、私全くの初心者なんですけども、こんな風に予想してみました。なるところで初心者なのに初心者なのにどうですか、はい、皆さん喜んでますね、一緒なんですかね、いい喜びでしょうか本命がウリウリ、はい、でそれに対抗するのがダンスディレクター、そしてその次がビッグアーサー、どうでしょう、はい、で、この3頭非常に有力だと思いますけど、お、いいですか、はい、もうウリウリもね、すごく決め手のある馬で、前走ね G1、強いレースね、強い馬たちが走るレースで5着だったんですけども、はい、このメンバーならねやはりチャンスは十分あると思います。一瞬の足がね、持ち味なんで、そういう特徴をね生かせるようなレースができれば可能性十分あると思います、ね、いいですね、はい、中村さん売り売りはなんでこれ見たら一頭だけ牝馬だったんですよ、うん、ですね、なので女の子頑張ってほしいなと思って選びました。初心者なのに牝馬って言うんですね、牝馬よく断してます。実はそんなに初心者じゃなかったりするんじゃないですか、いや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 、疑惑が生まれ出しましたね、これね、もうねこれねクロート的ですよ、クロートですか、競馬の並みですよこれ、競馬場来たの初めてじゃないんじゃないですか、ひょっとしたら、でも本当お仕事で何回か来たぐらいで、何回か、はい、僕ねちょっと質問したいんですけどね、ムタさんね、うん、ダンスディレクター、はい、もちろん強い馬なのは分かっておりますけれども、はい、休み明けですか、ね、そうですね、今回骨折明けでね、まあ、普通の休み明けとはねちょっと違うんですけども、まあ、骨折の程度自体はそんなにきつくなかったところだったんで、まあ、すぐにね、回復して調整はねうまくいってて、今週の追い切りも良かったので、力は出せるはずです。なるほど、うん、あとちょっとね乗り難しいところがあるんですけどね、爆発力というかね破壊力はね、まあ、1、2を争うぐらいのものがあると思います。あると、はい、このジョッキーの浜中さん、うん、チェックしたんですけど、はい、イケメン絶対女子は好きだと思う、ジョッキー、はい、イケメンジョッキーさん増えておりますから、今頃笑ってるかもしれないですね、しかもプロフィール見てみたら、ね、好きな女性のタイプによく笑う人って書いてあって、はい、それから笑うように、はい、そういうことを書く人に悪い人はいません、ご結婚されてますよね、浜中騎士は結婚されてます、ね、関係ありませんここでも悪女発言役だけじゃないのかもしれませんけども純粋に応援したいと思います。中村さんどうですか、まあ、阪神競馬場ね、はい、感想をちょっといただきたいなと思いますけど、すごく綺麗だなって思いました、うん、はい、とっても綺麗ですし、本当に晴れてよかったなって、うん、はい、すごく素敵な日に来れてよかったと思います。そうですね、まあ、でもね雨降ってグズグズのところを走っていく馬っていうのもね、そうなんですよね、ロマンがありますよね、ドロンコをねこうかぶりながらね、土かぶってね、そう綺麗なだけじゃないんですよ、やっぱりこう地元に関西に来れてるっていう幸せもあります。そうです、凱旋というかね、はい、そして黒三角一番のビッグラーさんですね、はい、そうですね、一番のカラーが白ですよね、うんうん、白棒ですね、はい、私 の運気が上がるカラーが白ってゲッターズ飯田さんに、はい、の方に書いてあったので白を選びました。そして今日も白いパンツを履いてきました、うん、あ、本当だ、はい、絶対行きます
一番人気ですか、はい、そうですね、非常に能力高いです、はい、で、ね、今まで8回